遅い。遅すぎるぞお前たち。鈴音先生、あ、いや今は凛先生か。なんで凛先生がここにいるの？お前たちがいつまでもこの祭りを終わらせないからだ。どういうことや？お前たちが忍びの盆踊りを終わらせないと元の世界の時間は止まったままだ。それだと私が困るのだ。困る？なぜ凛先生が困るのですか？明日キリア先生と食事の約束をしている。だが時間が止まったままだと永遠に明日がやってこない。だから忍びの盆踊りは私が終わらせてやる。そのために私はこの世界へとやってきたのだ。そうだったのですか。それはご迷惑をおかけしました。キリア先生とのデートのために自力でこの世界にやってくるなんて、愛の力って偉大なのね。愛の力だと？それはそうだけど、なんていうか、愛は愛でも、そう、これは指定愛、指定愛というものよ。そんなにムキになって否定しなくてもいいのに。いつものラブ&ピースはどうしたんですか？ラブ&ピースはラブ&ピースだけど、それとこれとは違うっていうか、違わないけどまだよくわからないっていうか。リン先生、少し女の子っぽい言葉遣いになってきたで。日陰まで私をからかうのか？というかそもそも明日だってデートかどうかわからないし、私が勝手にそうだといいなって思ってるだけで。それにキリア先生のこの思いも尊敬なのか愛情なのかは私自身もまだよくわからないし、ラブなのかライクってことで言えばラブ寄りのライクなのかなって。いえ本当はラブだけど、傷つくのが怖いからそう思ってるだけなのかもしれないけど、そもそもキリア先生が私をどう思ってるかわからないし、知りたいけど聞けない。リン先生？あ、すまない、少し取り乱してしまったようだ。リン先生はキリア先生のことが大好きなんですね。黙秘する。今さら黙秘されてもね、顔だってもっこりになってるし。リン先生にこんな可愛いところがあったなんて驚きだよ。もうからかうのはよせ。とにかく私の目的は分かったはずだ。キリア先生とデートがしたいからこの祭りを終わらせたい、そういうことですね。そうだな、そう思ってもらって差し支えない。せやけどどうやって終わらせるつもりなん？決まっている。私がお前たちの相手になってやろう。凛先生が私たちと戦うということですか？そんなの辛すぎます。はるか、忍びの戦いとは常に真剣勝負だ。指定での戦いに臆していたらこの先もっと辛いことになるぞ。違います、凛先生。凛先生と戦うことに抵抗はありません。ですがその理由がキリア先生とのデートのためなんて、凛先生ひどすぎます。返す言葉もありません。はい。まあいいじゃないか。私も凛先生と戦ってみたいし。そうだね、私たちの成長を見てもらおうよ。それでよろしく頼む。礼を言うぞお前たち。では準備はいいか？わしはええで。私も OK よ。ではとりあえずキリア先生のことは置いておいて、お前たち全力でかかってこい。行くぞみんな。
ざ。蝶と呼ばれる忍びたる。はるか、舞純子ちゃん。ミラ、舞中チル。いざ、火炎の魂に舞中。予測は。私たちの負けです。凛先生、やっぱり強すぎるよ。私たちじゃまだまだ勝てる気がしないもん。いや、お前たちも強かった。よくぞここまで成長してくれたな。私は嬉しいぞ。ほんと、いい経験をさせてもらったわ。ところで、これで元の世界の時間は動き出したのか？どうでしょうか。忍びの盆踊りが終了すれば、さゆり様から何かあるはず。それがないということは、まだ櫓は残ってるってことね。そんなバカな。では私はいつになったらキリア先生とのデートに行けるというのだ。
どうします、凛先生。どうするもこうするもない。私はもう元の世界に帰る。帰ってどないするん。みんなの時間は止まったままやで。私の時間も止める。自ら時間停止の術にかかるのだ。そうよ、そうすれば私は永遠に若いままだ。どうしてこんなことに気づかなかったのだろう。キリア先生の横で自らの時間を停止させれば、私たち二人は永遠に今のままの姿でいられる。そう、まるで朽ちぬ彫刻のようにずっと寄り添って生きていけるはずよ。リン先生、また変なスイッチが入っちゃったみたいね。こうしてはいられない。一刻も早く元の世界に帰らねば。後のことはお前たちに任せたぞ。はい、頑張ります。さらばだ、お前らグレンタイ。待っててくださいね、キリア先生。リンは今あなたの元に帰ります。当然のこと。